ついてる。ネイティブが変化してるってこと。
こっちからは取れないな。満足した？コンテナに気を取られてた。ごめんなさい。謝らなくてもいい。なんだか人のぬくもりを感じる。生存者がいた痕跡があるな。
どうしてみんなこんな場所にとどまり続けたの？理由は何にせよもう誰も残ってない。思った通りだ。ここは生存者の隠れ家だよ。見たところはだいぶ昔に放棄されたようだ。じゃあこのぬくもりは何？まずは調べてみよう。これは何？ギターだよ。昔の人間は楽器を弾いて交流したんだ。これは水の容器。違う違う。神が人間に与えた最後の贈り物だ。酒の神に感謝だな。これは確かピアノ。ああ、かつて人は音楽で安らぎを得ていたんだ。寝床みたい。
いい夢は見られなかったろうな。古びてるけどいい匂いがする。面白いことを言うな。する場所、きっと今もマザースフィアの救いを待ってるはず。そんな、みんなの記憶をマザースフィアに届けて弔ってあげないと。手を貸すよ。私も手伝う。二人ともありがとう。
け出せたと思ったらまた下水道か。マトリョーシカみたい。マトリョーシカ？なんだそれは。先へ進もう。ロックされてる。ドローンのハッキングレベルが足りてないな。汚染はひどくなる一方だ。つまり進む方向は合ってる。気分が悪い。Thank you.
電機はまだ使えそうだぞ。手動で操作するリフトか。この手のものは嫌いだ。なぜ？映画を見たことないのか？お決まりの展開だ。やけに静かだな。
あの空挺部隊の回線から聞こえた音だけど。ええ、そのパターンを解析した上で言葉に変換してみたら、殺してって言ってた。きっと汚染の根源にたどり着けば謎は解ける。確かめに行きましょう。